パリピース、パリピース。来たー。こんばんは。3回目の配信です。3回目だよ。パリピース。おー、いっぱい来てくれた。こんばんは。イェーイ。お昼ぶり、みんな寝ましたか？お昼見てくれた人。あざとさね。46分は始めですよ。狙いました。いつも来ちゃう、嬉しい。朝早かったから昼寝した。私昼寝、朝起きて寝て、昼起きて配信して、また寝て今配信してるんで、なんかもう生活リズムがやばい。46時間やる？46分に始まってますよ。どうですか皆さん、46分に始まった感想は。また来たよ、ありがとうございます。また来てくれてありがとうございます。朝のせいで寝坊したよ、やばい、ごめんなさい。最高の生活じゃん。もう本当にショールームのために1日があるって言っても過言ではないですね。アフロだよ、おもろいね君、ありがとうございます。でも今ちょっとテンション低いですね。無理しないでね、いや優しい。渡辺梨花、広瀬すずにの清楚でパリピの菊ちゃんじゃん。もう誰かわからないじゃないですか。最初なんて中途半端なって思いましたが、3秒後にあーってなりました。あー、きっとみんな同じこと思ってそうですね。この配信のために今日頑張りました。私も今日寝るのに頑張りました。キム登場、いらっしゃい。髪切った？あ、ちょっと今さっき切ってきたんですよね、自分で切っちゃった。オイス、まんじまんじ。小宮ですか？小宮もう発動しちゃう？またお風呂入れなくなるじゃん。今日何時までやろうか迷ってますね。うん。やっぱ夜は配信する人が多いですね。トニー、イェーイ。ドンキ行こう？1日3回も配信聞けるなんて、私も嬉しい、3回もできるなんて。なんか最初の方は緊張するんですけど、だんだん緊張解けてくるんで。疲れない？うん、大丈夫、全然。ショールーム慣れがすごい。いや、絶対そんなことないですよ。パリピちゃん風呂入らせてくれない。毎回恒例ですね。花沢さんやっちゃっていいですか？すごい喋り慣れてますねって、このね、3日間、2日間でね、すごい慣れましたね。明日が最後なんて思うと悲しい。慣れすぎな。パリピちゃん待ちわびてる、私がいる。元気与えますね。花沢さん来い。花沢さんも早い？やらない方がいいですか？まあ、溜めといた方がいいですよね。耳痛くなるからやめて。JK 感すごい。JK2 です。JK2。セカンド JK。SJK ですよ、SJK。まだ早いですよね。やっぱり。小杖調べました？そういえば。さっき全然、ネタ仕込んできた。まあ5個くらいちょっと仕込んできましたね。さっき必死に考えましたよ。身長高いね。仕事から帰宅セゾンしました。お帰りセゾン。腹痛い。わはは。磯のクッキー行きたい。じゃあ行きますね。行きます。磯野くん！今日、夜配信初めての磯野くんですよ。どうでした？パリピセゾン。ただいまセゾン。今から仕事頑張ってください。今から仕事すごい。汚いですか？イヤホンに音量下げた。あ、そういう注意書きしといた方が良かったかもしれない。あ、イヤホンの音量下げといた方がいいですよってテロップに書いた方がいいですかね。イヤホン、小さめ、さ、めの、音量注意、なるほどね。音量注意ですね。音量注意。あ、書かない方がいいですか？じゃあ書かないでおこう。鼓膜破れた、イエーイ。
音量マックスにしたド M ですね。芸人志望かな、そんなことないですよ。ミュートにしたよ。エアコンの温度も下げて。ちょっとオーバーチャー練習してきたんで、ちょっと弾いていいですか。したんですよ。チューニング直ってる。あのね、ギター変えました。アコギにしました。うまいギャップ。おばあちゃんいいですよね。さっきなんか聞いてて、はあ、なんかしみるって思って。ふーちゃんに声にすぎ。本当ですか。お兄ちゃんのギター借りてますよ。全部中途半端な。それちょっと言えちゃうかも。楽器持ちすぎやろ。なんかもう楽器一家なんで、楽器以外のものは何も持ってないですね。才女かよ。しみる。そう、しみる。お兄ちゃんやで。せやで。小宮さんのアフロだよ。お兄ちゃんが楽器やってたから私もやってます。そろそろ、どうしようかな。誰だ。みつきさん、あれ、コメント止まっちゃったよ。コメント止まっちゃったよ。お兄ちゃん弾いてる。ひどい。お兄ちゃん弾いてないですよ。パイプちゃん来たよ。結婚していいですよ。結婚しましょう。もうちょっと面白い会社を思いつけるようになりたいな。結婚してっていうやつ。まずスクショには早い。ここのスクショタイム本当に好き。あの、私、ウーバーさんが好きって初日から言ってるじゃないですか。あの、なんか、ウーバーさんがエキセントリック紹介したって、紹介したんですよね、確か。ローカル番組で。もうそれ聞いて、これは私に、ちょっと、ニヤニヤしちゃった。タイムリーすぎないかみたいな。もしかしてこれ見てるんじゃね。いや、それはないですね。他の人に話を聞いた限りじゃ、変な子だけど音楽センスはすごいね。嬉しい嬉しい。調子乗っちゃって、すぐ調子乗る。調子乗ってた今私。小杖好きなの？小杖あんまり知らないけど、なんか、一番好きかな。覚えてる？覚えてるよ。他の子とテンション違くて押せる。そんなにテンション違いますか？出たエアコンゲー。なんか湿ってるんですよね。エアコンスイッチ入りました。コケにいる人パリピちゃんにハマってるでしょ。正直そうですよね。ありがとうございます。2番ちゃん泣いてた。どうしてですか。本当押せる。これからファンの総称、婚約者ってどうですか。うまい。いい。婚約者いい。全然ハマってないよ、ツンデレ。まあ私ツンデレの方が好きで、好きなんでいいですよ。全然アイドル5年みたいみたいなテンション。好きな曲ありますか。好きな曲いっぱいあります。少女には戻れない好きです。あとは永遠の白線が好きです。自分ひらがな半なんでめっちゃ受かってほしい。これがマジのマジなんですか。パリピちゃんのショールーム楽しみすぎて仕事乗り気。はあ、すごい嬉しい。毎日明日まで頑張りますね。
明日も夜配信できるかわからないんで、今日が夜の最後かもしれないです。12番しか押してない。うわ、生ハムだよ。ゆいちゃんと聞きたい。なんか昼にギターボロクソすぎ、あ、ボロクソって言っちゃった。なんかボロボロすぎて、あれはちょっとなかったなって思いますね。私の能力不足、才能不足。晩ご飯食べてないですよ。みんなお世辞すぎる。積んでりきましたか。また来ました、ありがとうございます。めちゃくちゃ応援します、ありがとうございます。ひなさん、昼の良かった本当。なんか全然ダメだった。餃子焼くけど、餃子食べたい。今餃子焼くけど、12は餃子食べたいな。すごい餃子食べたい気分でも、うん。朝以来久しぶり、朝見てくれたんですか、ありがとうございます。パリピタン推し、わっしょい。本当がまんま小田七菜さん、本当ですか。エアコンで部屋寒い、実は27度なんですね。好きな食べ物はトマトです。律儀に朝もやってた。そうなんですよ、私朝も頑張ったんですよ。明日も朝やろうかな。昼と夜見てるよ、嬉しい。今日解禁書なのに、なんかご褒美ください。あー、何あげよう。磯野くん、花澤さんの磯野くんでもあげましょうか、スペシャルバージョン。5時朝もやんの。朝き24時間配信。結構24時間配信の需要高い。早朝配信で起こして、私朝でもテンション高いんでね。花澤期待。前歯の帝王と覚えて。そうですか、わかりました、覚えますね。24時間配信でリモコン芸人なんかしようかな。待って、朝早いと寝坊しちゃうからやめて。私の配信見た後に二度寝して寝坊するみたいな、ありそう。モニコ待ってる。オーマイゴッドファーザー降臨。ナッシングトゥーマッチ。オーマイゴッドファーザー降臨。よいしょ。さっき風水屋さんのも見てきました。デイアフタートゥモロー、インディペンデンスデー。よいしょ。風呂行ってきていいですか？ダメです。ダメです。ですね。よいしょ。今日誕生日なんです。山城おめでとうございます。昨日から、一昨日くらいから言ってましたね。センキュー、サンキューフォーザイーメール。はい、ジョージ・クルーニー、卵とじ。これだ、やっと答えれた。お昼に答えられなくて、答えられなかったんですよね。思い出せないなーって。何時までやんの？できる限りやります。でもあんま長いと、需要が。顔なしの人気ないね。顔なしの人気ないね。顔出してないからってことですかね。寝るよ寝るよ寝るよコメント多い。スタバの好きなメニュー、あ、これ言っていいですか？これ、大丈夫かな？なんか、私、この、バレちゃいそう。で、言いますね。スタバのおすすめ。私は、ダークモカチップクリームフラペチーノのエキストラホイップです。皆さんこれ飲んでみてください。ダークモカチップクリームフラペチーノですよ。ダークモカチップフラペチーノっていうのもあるんですけど、クリーム入ってないと、絶対美味しくない。何それ、嘘つくなんて何の話ですか。スタバのおすすめ特定しました。やっぱ特定されちゃうから怖い。俺もマジで同じの飲んでる。めっちゃ美味しいですよね。飲んだことある。呪文、いつもホイップなし、甘いのが好きですね。呪文きつい。紙に書いてください皆さん。今からホイップクリーム嫌い、多そうですね、そういう人。トニちゃん太ってまうで。スイパラ、お兄ちゃんと遊びたい。
それが聞きたかった。あれ、私抹茶嫌いなんで、それ冬に飲んでたやつだ。抹茶が嫌いなんですよね。さて、一番ちゃんのショールーム行くか？名前読み上げちゃうぞ。もう太ってるよな。いじめかかってますね。抹茶嫌いです。私も抹茶嫌い。抹茶まず、これ好きな人もいるからダメだな。あと新作、いちご入ってる系のフラペチーノが大好きなんですよね。ダークモカチップクリームフラペチーノ覚えた。よし。めっちゃいじられるやん。名前読んで、あやなさん。子供の舌だな。抹茶嫌いは罪。なんか、スタバの新作って抹茶嫌いな人多いじゃない、抹茶ばっかじゃないですか。だから、うん。ブラックしか飲みません。私もコーヒーのブラックたまに飲みますよ。お母さんがコーヒー好きなんで、いつも飲んでるんで。だから、ブラックも飲めるようになりましたよ。11番の配信行ってきていい？行って、ちょっと帰ってきてくださいね。新作のスモー美味しいよ。何それ？ブラック嘘つくな。大人ぶってないですよ。パリピポーズ決めよう。パリピポーズね。そういえばパリピースってどういうピースなんだろうみたいなコメント来そう。ずっと12番の配信聞こう。ありがとうございます。ツンデレですか？私ツンデレですね。私はずっと聞いてるよ。嬉しい。そういう方が一番嬉しいです。マンジでしょ？マンジポーズって皆さんどういうのを思い浮かべますか？多分、右手をこうやって上に上げて、左手を下に上げて、マンジみたいなのと、腕を前に出してマンジってやるやつと、こう、ピースをこう、お腹の前に持ってきて、この手の甲を、こうやって外側にするマンジーっていうのいっぱいあると思うんですよね。どうですか皆さんは。ん？もうそんなに考えてるんだ。典型的なマンジーポーズをちょっとだけ考えてきましたよ。今日一日中12番だよ。マンジーポーズ説明。他のとこ行くと行くとか言ってずっと12番にいる。あれやっぱね、あれ、あ、ストライクやるとき、ツンデレの人が多いんですね。ストライクするときにやる。これですね。ストライクってやつですね。グーを、こうやって、やるやつ。あ、コメントが。あなたは一体何を言っている？配信被ってるから閲覧伸びない。そうですね。まあ、しょうがないですね。この時間帯は。見てくれてる人がありがたいです。遅れちゃった。でも来てくれてありがとうございます。12番しか、欅ちゃんのダンスでマンジっぽいのあったよな。どんなんだ、どれだろう。簡単に言うとダチョウのポーズ。あ、こういう、これ右手前に出すやつですか。ピコメントしてなかった。ピピエルさんですか。音声だとダントツだし、いけるんちゃう。本当に嬉しい。いっぱい配信頑張ってるおかげですね。回がありますね。ここだけはオーディションじゃないよね。どういうことですかね。ダンス踊れるの頑張りますね。ゆうくん嫌いって言って。ゆうくん嫌いじゃない。オーマイゴッドファーザー降臨。よいしょよいしょの嫌い出ない。不協和音じゃね。あ、そういうこと？あ、これか。吉本も受験してますか？してません。誰かパニューピーを1位にして顔出させて。おもろい。オーマイゴッドマンジ降臨。テンション、いつ上がるの？まだ上がってないですかね？欅坂さんの不協和音のダンスの。あそこいいですよね。私めっちゃ練習しましたもん。映像いっぱい見て。コミはまだしてないですよ。ひらがなけやき12番、パーリーピーポー、マンジ JK、よいしょ。
だるまさんってこんな色いっぱいあるんですね。なんかピンクとか青とか黄色、ん？黄緑か。お休みしていい？ダメです。最後の最後までマンジし続ける。スクショタイムいつ？じゃあ第1回スクショタイムいきますね。今日はちょっと髪の毛を切ってきたんで、あと今日は可愛い服着てます。イエイ。はい、スクショタイムです。みんなしてくれてんのかな、いつもこの時間。面白いですかこれこれ面白いですか。12番が1位になったら顔出しするってマジマジですよあ、ワンちゃん吠えてる。どのくらい切ってきた？うん、まあ軽く、50センチくらい切りました。ちゃんちゃんこ似合ってるよ。スクショする人おるのかよ第一次スクショ対戦。スクショタイムのセクシーポーズお願いします。はい、スクショタイムです。 5、4、3、2、1、 バイバーン。終わりました。スクショタイム終わりましたよ。もう今撮っちゃダメですよ。撮ったら盗撮、犯罪犯罪。やってないっしょ。髪切りたい。でも本当に私髪切りたいんですよね。思い切って山下美月さんみたいな髪型にしてみたい。セクシーすぎた。懲役何年ですか。ちょっと何言ってるのかわからない。すごい。え、Pです。あ、Pさんですね。12番押したいけど人気だからな。そうですか。ショート似合いそうですよね。でも中学生の時はショートカットでしたよ。やめとき。毛先を遊ばせてますね。喋りなら一番。嬉しい。ん？エアコン芸能人。受かったら坊主にしてください。花沢さんやって。磯野くん！ちょっと、なんか、下にちょっと家族いるから恥ずかしくなってきた。同じ神奈川どこよく行く？私東京によく行きます。バイト中来ました松陰です。いらっしゃい。バイト中に来るのすごい。小宮？そうであれ、初小宮ですね。あの夜、夜ん？わらわらわら、小宮さんいる。最高やん。やっぱ風呂行ってきていいですか？風呂行くな。なんかそろそろやダメだな。そろそろやばい。やりすぎてやばいな。風呂禁止、風呂禁止令出します。なんか学んでくればよかった。リップクリームとか持ってくればよかったな。やっぱギターとかベースとかやってる人多いんですね。なんかベースやってる人いますよね。もう一人かな、二人？ダメだな。キャラかぶり、キャラかぶり。眠い。安定の小宮。バランスとって、そろそろ相田さんのもの。相田さんで合ってますよね。ベースやってます。いや嬉しい。教えてください。アコギやってます。おばあちゃん一緒に弾きましょう。今エアコンのピッて音あるじゃないですか。それ俺です。え、それで名前もしかして変えてくれたんですか。それだったらマジで嬉しいな。真似してるだろ。何のことですか。相手のカスタネットでこう、あ、逆に楽器いっぱいできるんだけど楽器一個もできないキャラみたいなそろそろリモコン触ろうみんな欲張り。雷怖いから慰めて。え、雷鳴ってるんですか。え、家の近くに雷落ちた。え、やば、怖いですね。ジャズギター、ジャズギターかっこいいですね。なんか名前が風量変えすぎ。あー、そろそろなんかみんな温度変えてるんじゃなくて風量変えてるってバレてきました。
じゃあ、逆にギターやってる人でオーバーチャー弾いてる人いますか？私オーバーチャーなら、じゃあみんなに勝てるな。もう一回やろう。なんかいっぱい種類あるんですね。ちょっと歌いながらめっちゃむずいですよ。おばあちゃんやってみてください。皆さん、オーバーチャーの発音よく言って、オーバーチャー、オーバーチャー、オーバーチャーの歌うことならか得意ですよ。私も得意。うりゃおい。ケアついてきた。地元のギターめちゃめちゃうまいよ。なんかギター部ついてる時点でうまそうですよね。弾き語りはむずいから。オーバーチャーに俺も入ってる。私も入ってるよ、オーバーチャー。オーバーチャー入ってます、私も。おばあちゃん。おばあちゃん、おばあちゃん、待って、ギャグ選択か、おばあちゃんって言った人、おばあちゃんって言った人、ちょっとギャグ選択すぎないですか。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、うりゃおい、うりゃおい、皆さんおばあちゃん入ってますか。おばあちゃん、おばあちゃんの MVP コメント、発音のよおばあちゃん、握手会行きたい、嬉しい。ずっとこのキャラで頑張りますよ。キャラとか言っちゃった、私の素ですもん。これはおばあちゃん入ったりよ。とってすぐに言うとトニちゃんって出てくる。あ、それはもう完全に私のもうあれですね。握手会楽しそう、絶対楽しくさせますよ、合格できたら。おばあちゃんに小宮入ってる。やってないですね。パリビおばあちゃん、他の候補者と話したりした、ちょっとしましたね。バラエティ面確定だわ、嬉しい。12番ちゃん一番好きだわ、だから本当に受かってほしい。こういうメッセージ本当に泣いちゃう。そろそろ行こうかな。危なっかしい弾くが弾ける。それはどういう感じですか。そういやまだディスク1聞いてなかった。バスラ誰と行ったの。一人なんですよ。すごくないですか。一人で行ったんですよ。ルックス捨ててるだけある。ダメだな、ディスク1聞いてない。同じ一人で参戦はガチで。ギターです。コメント止まっちゃったよ。今何人やってるんだろう。うっかりカメラ切り返したら死んじゃう、それ多分死んじゃいますね。他の候補者に惹かれなかった。私あんまりこの感じ出さなかったですね。ちょっと作りました。よろしくねみたいな。おたななさんではありませんね。そろそろ1位だろ。ありがとうございます。おばあちゃんと言ってる、すごい。おばあちゃん元気ですね、すごい。音声勢が一気に参戦したよ。じゃあちょっとテンション上げてこう。上げてかなきゃですね。ギターとベースどっちも、なんかどっちもやってるんですけど、どっちも中途半端ですね。
一番最初の配信めっちゃ静かだったに、いやそれじゃダメだなって気づきました。私には何ができるだろうって。点上げ？点上げ？あ、待って。よし。花澤さんやります。イザナくん！お得意の中途半端。私中途半端芸がすごい。あげろあげろ。今配信何やってる？そんなやってるの？そんなやってるんだ。初めて知った。困ったら花澤さんやめて。そろそろパリピース行ってくる。パリピースはダメですよ。パリピースは最後ですよ。うん。面白すぎ。小宮がいいな。うん。おじゃる丸、おじゃる丸ってどういうのでしたっけ？なんとか、なんとか、みたいな。ちょっと誰やってるか見てくる。あ、そうやって違う人のとこ行くんでしょ。リコーダーで不協和音やって。うま、うまいって。言わなきゃごめんなさい。意外と弾けちゃうっていう。弾けてましたよね今。弾けてたねえ、クソおもろい。ミュート推奨、推奨って読みますよねこれ。ちょっとうまいな。え、ちょっとうまいんですけどちょっと微妙っていう、お得意の中途半端芸ですね。危なっかしい計画飛行。すごい勝った。練習したの？そうなんですよ。練習した。とは、ぶっつけ本番だけど。貧欲ではない。貪欲ですね。わかりました。いや、でも気づいたんですけど、貪欲って、毎回漢字のテストで間違えてるなって思いましたね。ベースとリコーダーと口笛の他にレパートリーありますか？あ、これ。あ、これダメだ。ドナルド。何の楽器弾けるの？全部中途半端ですけど、ベースとギターとピアノかな。指使いが恥ずかしい。モノマネやろ。モノマネ何がいいですか？ちょっとなんか夜テンション上がらないですね。ドラム叩けるよ。あんま叩けないですね。ギハ時差がすごい、時差がすごいですよ。僕は嫌だ、お願いします。僕は嫌だ。キョンコのモノマネやってほしい。斉藤京子さんのモノマネ。サンシャイン池崎町。ドラえもんやろ。のび太くん。あれ、花澤さん入ってた、入ったな、入っちゃった。のび太くん、のび太くん、ダメだ、なんか花澤さん入っちゃう、全部モノマネ。世界のポエトリーリーディング、おお、いいですね。世界には愛しかない、世界には愛しかない、こう、それはずるい。花澤さんの呪い。BKB、ヒーヤ。ん？リモコン芸人。歩道橋を駆け上がると、いきますね。歩道橋を駆け上がると、夏の青い空がすぐそこにあった。絶対届かないって分かっているはずなのに、僕はつま先で立って、思いっきり手を伸ばした。ただじっと眺め続けるなんて、できやしない。この胸にあふれる君への思いがもどかしい。ちょっと他の候補者見てくるってひどい。歌い出したら
真っ白な入道雲がもくもくと近づいて、どこかでセミたちが一斉に鳴いた。太陽が一瞬ひるんだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に秘密を持ったのはいつだろう。大人はみんな遅が多すぎて忘れてる。通り抜ける風は僕に語りかける。もう少ししたら夕立が来る。世界には愛しかない。うっせ。12番には嘘しかない。楽器ダメだけど歌うまくて草。8時半になったら抜きますんで。ね、そういうこともいちいち言われたら悲しくなる。声量、音量中言わなきゃダメじゃん。ごめんなさい。声でかいんですかね、やっぱ。最高かよ。ずっと聞いてるよ。明日で終わりの悲しいな。もうネガピンは公演とは拾わなくていいよ。なんか拾いたくなっちゃう。拾いたくなっちゃうんですよね。声が通る、嬉しい。じゃあボブディランも、学生が今この店に二人でよく来たけれど。ここ好き、ボブディラン。無駄にギターも持たなくていいですよね、私って。学生街のこの店に二人でよく来たけれど、いつの日にか一人でもドアを開けるでしょうか。思い出はいつも整理ができなくて、あの日から何かを借りっぱなしで、まだきっと心のそのどこかで愛しさが悲しみに紛れているよ。やっぱ音量注意書いとこう。うるさいってすごい言われる。音量注意してください。音量注意。うまくてムカつく。ボブ2段弾き語り早。いや、なんかギターちょっと不評なんで。声量ある。そうなんですよね。声がすごい出る。急に歌うからね。ギャップに自信なき、抜き。ネキってなんだろう。からのはずはさん、イザノくん。神奈川県本領注意。乗り遅れたバスはよ。普通に歌ってたね。いつもアンケート取っちゃうんですけどね。ちょっと今日は歌いたい気分だな。世界には花沢しかない。歌うま万事。うまいけど何か面白い。歌歌いたいですね。タウ ?100 年までは歌っちゃったんですよ、さっき。猛獣注意。私猛獣?あだだからごめん言っとるか。遅れたみたい。あの足に誰だって。歌わない。欅坂以外の歌を聞きたい。歌いたいんですけど歌えないんですよね。音量注意って書いたら来る人減る。うわ、消そう。ごめんなさい。はい。地雷ですね、地雷。これ。顔出してもこのキャラ、どうだろう。
11番ギターやってるんですか？あ、そうなんですか？ 11 番ギターさん、ギター先生、11番さんギターやってるんですか？うん。すごいなぁ、みんな。きっと私より上手いんだろうな、全然。消すの早。動揺なら大丈夫？それいいんですかね？ラジオ体操とかいいんですかね？ギターさん、まるで捨てるかのような返しっぽい。かなえけんの後ろにパリピ追加しよう。なんかパリピって書くとさ、すごい悪い印象あるじゃないですか。井上陽水さん、わからない。誰だろう。あ、わかるんですけど。いつ清楚解禁するんですか。歌おうかな。やっぱり私も一日中歌ってるショールームした方がいいですね。渋谷からパルコが消えた日。誰とどこにいて何してたのかなんて、そのせい、ん、これ2番か。製造系パリピにしとこう。パリピー、渋谷川やってるんですか？渋谷川人気。ねえねえ、髪型どんななの？セミロングです。12番ちゃん、マジ、なんか、応援してます。絶対よかったね。ありがとうございます。なんかちょっとやばい。テンション低いな、私。パルコをパリピに変えて、それはやばいですね。何を聞かれても答える気にならない。音量注意。ただ拗ねた瞳で睨み返した。レジスタンス。優しいふりして近づいてくる誰もが未来を盗もうと狙ってるんだ。サスピション。待ち伏せされていた公園通り。連れ戻そうと大人が怒る。話せよ。ちゃ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 。愛はパルコ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 リ、視線の先に遮るものがないよ。ずっとパルコ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 だけ。悲しい時は涙我慢しながら、あのファッションビルをいつだって見上げてた。さよならじゃない渋谷パルコ。待って、パリピってコメント多すぎ。みんな好きすぎない？パリピ好きすぎですよね、さすがに。ふぅ。ちょっとでもマジで名前呼んでコメント少なくて快適ですね。いい意味なのかな。12番からパリピが消えた日。美声注意煽り、イエーイ、美声注意。パリーグ。パリーピ、パリーピですね。野球界のパリーピ。あゆかんって呼んで。今着てる制服洗わないの、どういうこと。握手会のテンションパリピでいくからよろしく。私そっちの方が全然嬉しい。一緒にパリピ見ましょう。パリプリましょう、パリプリ。うん、右利き、左利き。右利き、左利き。交互に見て。微濁音注意。あ、それ嬉しい。濁音うまいですか？パイレーツオブパリピアン。え、うまいですね、皆さん。本当に。私右利きですよ、ちなみに。左利き憧れますね。毛量注意。あ、それあるかも。私毛量すごい。毛量すごいんですよね。なんて呼んだらいい？パリピちゃんって呼んでください。欅の中だと誰に、誰に似てるんだろう。ちょっと友達と一緒にやりたかったな。私って誰に似てると思う？誰だろうね、みたいな会話をしたい。薄いよりいいだろ。確かに。トニーちゃんどこ行った？確かにトニーちゃんどこ行った？右まんじ左まんじ交互に投げて。
18めちゃくそ可愛い。18番さん。パリピちゃん推し決まり。イエイ。髪型がペイちゃんなんだよね。そうなんですよね。ちょっと真似してました。渡辺りかさん。推薦コメント読みましたよ。本当に嬉しい。更新されるたび、ニヤニヤしちゃいますね。カタカナだと誰に、私はにじひこ先生に似てるかもしれない。24番めちゃくちゃ可愛い。24番、誰だろう。聞いたことないな。薄いわ、ハゲ。寄せてるだけでしょ？何のことですか？佐々木久美さんに似てそう。本当ですか？あげとりやないか。もう全員なんかもう名前を覚えた。推薦コメント結構前に書いたから読んでる。読んでます。全部読んでますよ。覚えてますよ。12番めっちゃ可愛い。見えてんのかーい。ババンババンバンバン、あいや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 。ギャグ線高い。今初めて来た人とかいるのかな。もう少しで6000人。イエーイ、嬉しい。やっぱ配信が混雑してますね。明日朝にやろうかな。8人もやってる？なのにこんなに見に来てくれてるんですか？嬉しい。それ嬉しい。トニー見に来たよ、朝以来。ありがとうございます。朝きつい。やっぱり朝きついか。でもやっぱ夜はね、いっぱいいるんでね。また6時46分。46分ってなんかどうですか？ね、あざといですか？賛否両論？ラジオ配信で最強だよ。本当ですか？嬉しい。どんくらい？でもランキングとかあんま気にしないんで。うん。見てくれてる方が嬉しい。本当に。こんなにいっぱいいるのに、いっぱいやってるのに。12番本当好きね。好き。私も好き。良い。YOI。どういうことだ？目覚ましかわりでいい朝。多分私の配信聞いたら、あれですよね。目覚ましになっちゃう。46分は早い者勝ち。私から46分一番最初でしたか？いやいやいや、朝の46分はね、まだできないですね。マジパリピやん。でも、なんか、夜は、なんかテンション上がりませんね。あ、今日疲れてるのかな？もしかしたら。朝からやってるから。きょんこも46分始まりだった。そうなんですか。斉藤京子さんも。男子は結局あざといのに弱いよ。そうですよね。じゃあ、あざとくしてきますか、今から。パリピちゃんがいっちゃん可愛いよ。ありがとう。ありがとうございます。マジボヘミアン。どういうことだろう。声大丈夫？声は大丈夫です。全然出ますね。ただ、ちょっとなんか湿気がすごいんですよね、この部屋。暑い。どうして？押せる押せる押せる。あざといパリピ。臨機応変。今のテンション何パーセント？実際言っちゃうと 65% くらい。14番のこのラジオ配信なのにタワー立って、すごいタワー。14番さん。すごいですよね。かわいい。京都弁がかわいい。エアコン消しすぎた。除湿ってなんか使ったことなくて怖いんですよね。やるの。結局ここにたどり着く。叫んで、テレデンデンデン、デンデンデン、テレデレデレデン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 、テレデデン、テレデ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 ンデン、テレデレデレ、歩道橋駆け上がると、夏の青い空がすぐそこにあった。65% じゃ低いだろ。神奈川弁喋って、マジマンジ。もっとあげろ。絶対やると思った。ちょっと世界これで 65% そうですよ。 100% になったらどうなっちゃうんだろう。実際言っちゃうと朝が 100% だったかな。いや、あれは 90% 90% 最終日 100% ね。最終日本当に夜できないかもしれないんですよ。やっぱ明日朝にやろう。朝やります。絶対皆さん来てください。朝から元気。
朝から元気です私。朝のテンションはきつい。いや、目覚ましになるんで聞いてほしい。え、だからもう聞きたくないなって思った人は聞かなくていいですよ。朝は絶対うるさいんで。見るよ。6時46分からやっちゃう？学校の用事でもあるのないですよ。朝超喋ってたもんね。やっぱそうですよね。朝やっぱ喋ってましたよね、私。まさか5時46分。あ、それもいい。あ、いいかもしれない。あれ？もうみんな最終日の予定、すごい。立ててる。あ、やばいね、そうや。4時にやってくんね。5時からなんでごめんなさい。駅伝練習すごいですね。私走るの苦手なんですよ。なんか持久走とかも5分、なんとかかな。3時から。5文字46分。今何時だ？もう1時間やりましたか私。まだやってないね。5時は辛い。私も辛いですね。誰もやってない時間狙おう。朝は本当に誰もやってなくていっぱい見に来てくれたんですよね。運動できないです。明日部活部活。じゃあ1時間ごとにやる。やりましょうかね。世界陸上見て。私小田裕二さんの曲じゃないですか、世界陸上。あの曲めっちゃ好きなんですよね。歌っちゃう。サビ、口ずさんじゃいつも。明日からマレーシア行ってらっしゃい。じゃかか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 ショールームではやるなよ。こういう人好きやわ。ありがとうございます。明日は全枠絶対行くね。ありがとうございます。 2回くらいしかやらないかもしれないけど、えみたいに怒られるから帰るね。ちょっと何も言えなくなっちゃった。明後日ロッキー行く。いいなーいいないいな。配信予約しちゃおう。配信予約しちゃいます。18番と同時に聞いてたら12番しか聞こえない。私声でかすぎ。じゃあちょっと音量いい感じにね、調節してみてください。今何人やってるんだろう。え、今こんなにやってるんですね。顔出しなしの人が多い。12番一択にした。ありがとうございます。よーよー。歌歌って。歌歌いますよ。何歌いますか。歌い尽くしちゃった。パリピが5時45分にショームルームに来た。いや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 、46分ですよ。46分。今ラジオタイムっすよ。そっか、今みんなラジオタイムなんですね。パリピ好き。私もパリピ好き。効果って著作権引っかかりますかね。Nothing good too much. Oh my godfather, 降臨。よいしょー。ひらがなけやきの曲歌っていいですよ。宿題進まないよ。私もまだやってないですよ。大丈夫です。やってないから。私を信じてやらないでいいですよ。太陽は見上げる人は選ばない。だっていいですよ。握手会、早く握手会行きたい。前です。覚えてほしい。覚えてます。すごい覚えてます。9人同時配信は。あ、これ読めない。漫字かな。ひらがな受かったらやりたいか。もし私が合格できたら、富士急ハイランドに行きたいです。リアクション芸をちょっとかましたいですね。太陽はパリピも選ばないけどね。冷たいですね。モンブラン大好き野郎覚えて。覚えやすい。ドレトベ歌って。効果歌って。効果需要ある。覚えて覚えましたよ。シュークリーム好き。シュークリーム好きです。カスタード派。富士急ハイランドで瞳を閉じて読書。アトラクション乗ったらやばそう。あ、私めっちゃ叫びますね。声枯れる。同い年嬉しい嬉しい。握手会来て。暑いですね。除湿しようかな。
神奈川の最低賃金上がったよね。めっちゃあれですね。世間話じゃないですか、それ。ウパルパって覚えてください。覚えてます。効果は学校が特定されるからやめた方がいいぞ。確かに言えてる。富士急の小田の名前にして、やだみたいなやつですよね。あれ可愛かった。中3だけど好きになっていいですか？全然いいです。年下も年上も同い年も OK です、私。オールマイティ。小田七だ。小田七さん似てるって言われるの嬉しいな。すごい嬉しい、本当に。お姉かよ。小田七の真似いけるやん。小田七さんのモノマネ。12番友達になりたいかを合格しないでって、それ結構なんか昨日あたりから見るな。そのコメント見ますよ。オールマイティ、犬扱いして、お手お手言っちゃってる。何分までやる？何分までやろう。リンくんです。来ました。いらっしゃい。雑魚師匠。ユーティリティープレイヤーやん。自分なかなか使えるやん。やえ、ユーティリティープレイヤー。ママ、ママ、怖い怖い怖い。イカ好き、イカ好きですよ。パリピちゃん記憶力いい方。あ、でもなんか、そうですね。どうなんだろうな。人の顔覚えるのはでもとにかく得意ですね。起きたら美声が聞けると。ナッツンって呼んで、ナッツンさん。はい、パパ、ママ、え？私みんなのパパ？ウーパールーパー好きですか？ウーパールーパー好きですよ。口パサパサしてきた、恒例の。オペラパリピ出たよ。パリピ？パリピになっ、パリピ。待って、コメント読まれた7回目。え、すごい。うどん鼻から食べたことある？ありますよ。だけのケーキ入ろうよ。入りたいです。家にゴキブリいますか？潜んでるかもしれない。頑張ってバイバイ。やだやだやだ。モンブラン大好きですか？モンブラン大好きです。モンブラン超好き。ママタレだからね。マタニティタレントみたいな。年上と年下どっちに間違われる？もうこれは確実に年上ですね。私、第一印象をパッと見たら大学生って言われます。バン、パン、バン。モンブラン大好き斉藤京子です。推薦コメント結構前に書いたから読んでね。読みます。でも今まで上がってるやつはもう読みましたね。老けてる。大人っぽい。大人っぽいって言ってくださいね。老けてる、傷ついちゃう。他の人に星投げてきて、配信こっち見ている。すごっ。すごいですね、それ。マジで友達になりたい。友達になりましょう。早く顔見たいな。マジで友達になりたい。いや、これさっきも読んだかな。挑発。髪色金ってマジ嘘。めっちゃコメント読んでくれるやん。結婚していいですよ。でももう結構結婚約束しちゃってるからな。こういう友達欲しい。あれ？花ピ？怖い怖い。ガラスのハートですね。ガラスのハートです。私ガラスのハートめっちゃすぐパリンって割れちゃう。パリン。俺たちは婚約者。俺たちは婚約者。進んでる温暖化。一夫多妻制。いいですね。一夫多妻制、私は。ウパルパは、パリピちゃん楽しになりました。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。ん？僕たちは付き合っている。誰か一緒にいるときわざと距離を置いてみたり。リコーダーうっせ。僕たちは付き合ってると叫びたくなる。このままずっと秘密にできない。
友達にも気づかれないようにするなんて。コメント読んでくれるのすごい嬉しいぞ。え、ありがとうございます。めっちゃ読めますよ。暑い。ねえ、暑い。なんで？どうして？自由だね。自由ですね。ちょっと、最後まで歌えよって思う人いそう。バカバカしいと思うから、ちゃんとオープンにしようよ。前より上手くなってない？それ多分磨かれましたね、じゃあ。このショールームで。なんで映画めっちゃ、大田さんに似てましたか？唐突に歌い始め、唐突に終わる。沈黙した恋人たちよ。岬の灯台、海原見下ろしながら、眩しい日差しに時折瞳細める。中古のバイクで、どれだけ走ってきただろう。汗ばむ T シャツ、太陽を吸い込んだ。この歌めっちゃ好きなんでずっと聴いてますよ。まだ夏が、またやってくる前に、前にだっけ？配信終了後コメントログ見れるの？見れないと思います。僕らが変わったこと、ふと気づかされる。この沈黙、君が指さすものを僕は見つけられない。同じ青空を見ているのに、鳥はどこへ行った。君が大事なものを僕は見過ごしている。そばにいることが当たり前で、そう愛し方を忘れてしまった。三四郎で歌っちゃダメだよ。沈黙し始めた。イエーイ、テチライブ完走したって本当ですか？そうなんだ。行きたいな、ライブ。面白いこと言うけど、歌うまい。イエイ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 、あ、イエイイエイイエイ。あ、待って、コメント止まっちゃったよ、皆さん。コメント止まったよ。バイト終わってから見に来たよ、お疲れ様です。涙出てきた。泣いちゃう。翼って呼んで、翼さん、沈黙の小宮たち。小宮さんに会いたいな。小宮さんに会ってみたい。カラオケ何点くらい出すの？ 90 点いかないです。うん。二人セゾン木登りに歌ってください。あ、二人セゾンやっちゃおうかな、ベースで。ベース地味って言われちゃうからな。パリピの磯野くん、磯野くん、ちょっと安売りダメですね。磯野くんの安売り絶対ダメ。6位まで来てる。イエーイ、嬉しい。順位気にしてらしないらしいけど、6位目。実はちょっと気になっちゃってます。わら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 。音量注意。音量注意ですよ。セゾンのベースライン好き。わかります。わかってますね。わかってますね。とかめっちゃ、めっちゃ上からだ。ごめんなさい。初めて来たとか言わ、人と人を洗濯機のようにかき混ぜている。テレビで見てたあの華やかさは秩序のない英語に見える。ジャイアンの声真似。おい、のび太、野球しようぜ。シリで聞いたあなたの住所まで、いくつも電車を乗り換えながら、標準語しか聞こえない車内は、降りる駅を間違えそう。私が勝手に
押しかけた遠距離恋愛一目だけ会いたくて、だって久しぶりの電話中ずっと咳をしてたから、急に気になってしまった。遠くで暮らさなきゃいけないほど夢はそんなに大事ですか、青空どこか違う。朝見に来たんだけど覚えてる？イエーイ、ありがとうございます。ふふ、青空が違う、私の声に合ってないですよね。皆さんなんかもう、ジャイアンリサイタルジャイアンリサイタル、それ悪口ですかね。やれ、充電切れた、充電してきてくれてありがとうございます。上手やで、嬉しい。よし、私はジャイコ。ジャイコって声あるんですか。復活した、復活おめでとうございます。イエーイ。無言になるのやめて、ちょっと無言になっちゃう。 OK です、無言になるのやめますね。これから10時までやろう、10時までやりますね。じゃあ一瞬止まってたと、マジ止まってました、ごめんなさい。あるよ、何言ってんだ、あるよ、声あるわ。あ、なるほど、孫悟空やって、孫悟空知らないです。爽やか澤部澤部さんですね。一瞬消えたよね。ホローか、あ、やば、お腹鳴ったゆいちゃんズ歌って、私歌ってない歌なんかありますかね。歌ってない歌ありますか。歌ってない歌歌いたいですね。あ、じゃあもうショールームで全部歌っちゃおうかな。全曲制覇、絶対誰もやってないですよね。全曲制覇やりますね。フォロー解除しちゃった、ひどいひどいひどい。コウさん名前覚えちゃいますよ。僕たちの戦争歌って、愛はたった一つだけだ、ここで失えば絶対見つからない。微笑みが悲しい、微笑みが悲しいって言って、見つめ合った今初めて気づく、もう何も言わないで、ずっとこのままがいい、優しさに泣いてしまった。握手会行くと微笑みが悲しいとか、あの CD に入ってるやつ流れるじゃないですか。なんか握手会の会場の中での微笑みが悲しい聞くと、私結構周りにちゃんと合わせますよ。これ何の配信だよ。止まった？なんでだろう。君がいない歌って。なんで？大丈夫ですか？止まってます？大丈夫？聞こえてますか？聞こえてますかね？大丈夫かな？ちょっと心配になってきた。でも Wi-Fi 繋いでるんだけどな。ひらがなけやき。一本のけやきから色づいてくように、この街に少しずつ馴染んでゆけたらいい。誰、大丈夫、聞こえますか？舞い落ちる枯葉たち、季節を着替えて、昨日とは違う表情の青空が生まれる。でんてでてでてでんてでてでてんてでてんてでてんてん。手をつないで帰ろうか。ひらがなきゃき、かわいい曲だね。わかりますわかります。あと、あの、この街に少しずつ馴染んでゆけたらいいのところの振り、あの、あれが入って、サイレントマジョリティが入ってるじゃないですか。あそこの振り好きです。いつも踊っちゃいます。バカにしてるみたい？ひどい。本当に好きだからもう全部覚えてますよ、私。調子出てきた？よし。本当に鬼が入ってたかなんて、
明かしても意味が止まった。止まった？大丈夫ですか？聞こえてますか？充電してくれ、充電？一回切った方がいいかな？なんでだろう？治った？戻った？ねえ、なんでなんで？充電しながらいますね。いてて。また切れた？一回切った方がいいですか？一回切った方がいいですか？はい。待って、バキって言った、充電器。はい。OK ですか？充電しましたよ。あっえっと、聞こえまーす。一回切るより一回込みやらな。切りたくないよ。そのままで充電のみ。充電すればいいですかね。よし。やっぱおもろいからフォローする。ツンデレですね。何が入ってたかなんて、明かしても意味がない。アスファルトの上広がった、ただの黒いシミ。もう失った人生なんて語るな。ほんの一部でしかないんだ。手に入れたのは脆い現実と、飾りとそのレーテル。かけらを拾い集めるんだ。語るなら、未来を。何時までやるんだっけ、どうしよう。絶対あれですよね、語るなら未来をのところの振りが好きな人いっぱいいますよね。あそこ嫌いっていうか、あそこに目つけてない人いませんよね多分。歌聞きながら寝れそう。子守歌キャス、あ、キャスじゃない、子守歌ショールームですね。10時まで風呂入りた。これ前、もしかして毎日風呂入りたって言ってますか？ 21 時までだよな。何その21時までにやめろみたいな。12番ちゃんの語るなら未来を見てみたいです。うぅ！トーク力ありすぎ？ね、本当に嬉しい。私本当に話つまんないんですよ。皆さんのコメントが面白いからトーク上手くなってるだけですよ。本当に。お風呂沸けた。お風呂が沸けました。お風呂が沸きました。やりたがり目、バレた。一番面白いよ、嬉しい。ベースしたりせぞ。ラジオ向いてるかもね、嬉しい。私ラジオやってみた。アパレル店員やっていらっしゃいませ。本日 20%、2点で 20% オフでございます。サマーセール開催中でございます。やばい、配信ラッシュ。マジか、マジか。意外と周りに合わせられるタイプですよ、私。ちゃんと静かな時は静かにできます。うどん鼻から出したことある。これさっきもなんか読んだ気がする。なんでいつも 20% オフなの？ちょっとネタが、強盗だ、金をよこせ。はい、あげます。素晴らしい声量だ。年中無休この声量ですよ、私。10番と16番来た。僕は小一です。あなたは小二ですか？小二ですよ。焼肉屋の店員やって。焼肉屋の店員ってどうやってやるんだろうな。お肉追加します、みたいな。食べ方。くれるんかい。手をつないで帰ろうか。なんか誤解させてしまったのかな。みんなに冷やかされた首を振っただけを。閲覧ごっそり減った。にゃーん。10番行ってきます。10番行ってきます。多いですね。見てくれてる人いるのだけで嬉しいですよ、私は。10番行ってくるわっていうコメント多すぎ。控えめに言って好き。みんな10番に流れた。
マジで合格してくれ。勝ち残れる自信ある？いやー、みんな可愛いからな。お風呂で熱唱するタイプ。お風呂で熱唱しますね。携帯持ってって音楽流してそれに合わせて一緒に歌ってますよ。12番ちゃん以外いけない。そんな嬉しい。騒がしいけど、騒がしいのにありがとうございます。佐川急便数そんな減ってない。そうなんですか。え、これって今見てる人って、あの今見てる人っていうのは見れるんですかね。8207人とかこういうのってあれなんじゃないですか。あれ、あの合計人数、そう累計。ウパルパ、お風呂行くからまたね。お風呂入って戻ってきても、ま、多分やってます。来てくださいね。累計だよねあれだな、多分見れない。あ、見れないんですね。あ、じゃあショールームのホーム画面にやって、ホーム画面行って一番上にいるのが今一番見てる人が多いってことですね。え、すごい人数、1万7000人だって。すごい。現在5人やで再起動とかでも増えちゃってるよね。じゃあ私もフロリダしますか。フロリダって何ですか。フロリダって国の名前。ずっといるよ、ずっと12番。嬉しい。覚えてますよ皆さん名前。リアタイちゃうん。これリアタイじゃないってことですか。パリピ部屋に閉じ込められました。フォロー解除します。風呂入るから離脱します。あ、そういうこと。なるほどなるほど。東海オンエアでも分かったのに国じゃなくて州。あ、そうなんだ。フロリダ州って言うんだ。なんだかんだやっぱりちょっとお腹空いてきちゃった。あ、お腹空いた。やばい、なるなる、お腹なる。やばい、お腹なる。お腹なる。お腹なるよ。じゃあこれから12番見に行ってくるわ。ありがとうございます。あ、お腹なった。友達紹介したら嬉しい。友達いるかな？じゃあ今。YouTube よく見ます。YouTuber 好き？スイカ食べる。スイカ食べますね。大好き。フルーツ大好き。グー、グー、うるさい。俺の名前読みます？ルイエ？ロエ？マンジワラ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 。一緒。風呂入ってきていい？ダメです。フロリダダメです。お腹鳴るゲーム、みちゃんのよ。そうなんですね。じゃあパクっちゃった。ごめんなさい。声大きくてお腹の音聞こえないわ。スクショタイムさっきしちゃったんですよね。ごめんなさい。一番ちゃんめっちゃ人気だった。あ、そうなんですね。ピアノ弾きながら見てます。すご、すごい。聞こえてますか？誰とも歌ってほしいよ。じゃあ行きますね。てーた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 ーてれてれてて、誰よりも高く飛べ、助走をつけて大地を蹴れ、すべてを断ち切り、あの柵を越えろ、自由の翼をすぐに手に入れるんだ、気持ち変えていこう、ワンツースリーでていこう、ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない、どこかへ。コメント読んでくれない。はい、読みました。セルフ愛の手。ギャップ萌え。誰もテンション高い12番。さっき何か歌ってって、歌った曲ない歌う。歌った曲ない歌、さっき見たんだけど何か忘れちゃった。あ、山手線。ナイトプールから見てます。すごい、ナイトプールって、あれなんですね。携帯使えるんだ。セラを覚えてくれ。覚えます。今6位、本当に嬉しい。24時間テレビのラスト感がする。太陽、私が踊ったやつは分かりました。いや、絶対みんな踊ってるなって思いました、ね。割れてる。
割れてる鏡を覗くように私は私のことがよくわからない大事な何かがあ、マイク近い欠けてるのが素直になれない自分のせいだと思う山の手線一人きりでぐるり回ってた歌ったらミュートにした方がいいのか音量下げてくださいてててててててどこで降りれば愛に会えるの同じような駅のホーム迷ってる音量注意ドアが開いても見ているだけで心は一歩も動けないぐるりと回った山の手線音量注意だってすごいうるさいって言われるからうるさいって言われるから。うん。俺の方がうまいのはそうですよ。当たり前ですよ。パリピの存在感がすごい。ちょくちょく合いの手入るの面白い。これいいですね。テチとズミコの声に似てる。嬉しい！本当ですか？太陽は見上げる人は選ばない。あの、イントロが好きです、あれ。トゥトゥントゥトゥントゥントゥントゥトゥントゥトゥントゥントゥントゥトゥントゥトゥントゥントゥントゥトゥントゥトゥン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 トゥ旅会何かを言われてここから動きなくなんかないこの場所が好きだから今僕は自分の足で立ってるんだ限られた大地には多くの人たちがやってきて低いトテンテテンテンテン何度も争ったけど境界線なんていつの日か消えてゆくそれぞれの話す言葉とか信じるものが一つじゃなかったとしたって最後は分かり合えるだろう太陽はどんな時もこの空見上げる人を選ばない平等に愛とぬくもり与えてくれるんだ悲しみの熱い雲に覆われた年だって遥か遠く輝きながらその祈りにうなずいている oh 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 ボイスパーカッション入れて。色気のある声、嬉しい。ウェイ、うるさい？うるさいですか？うるさいですか？君がいない。顔かわいいね。嬉しい。ボイスパーカッション。プツクキャツク、プツクキャツク、プツクキャツク。モニタリング面白い。今モニタリングやってるんですか？見たい。モニタリング系のやつ好き。ボイスパーカッション入れながら叫んでるの聞こえました？聞こえましたよ。アイテム全部捧げちゃったモンブラン大好き野郎さん。モンブランさん覚えてますよ。画面動かなくなった。大丈夫？フリーズしてる？スクショタイム少なくない？よし。長い夜は口を閉ざし星も見えず月は雲に隠れてる誰が聞いているのだろう。バラの憂鬱な交響曲。一緒に見ようよ。見たい見たい。あ、お腹すいた。
今心は全てが空っぽ、ただ時間が過ぎてしまえばいい、君のいないこんな世界。なかなか読まれない。読んだよ。想像よりももっと退屈だった。ドゥン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 。欅坂さんを知ってから君がいないが一番ハメましたね。サイレントマジョリティが出て、そのサイレントマジョリティの中のカップリングだったら君がいないが一番好きです。珍しい名前って覚えやすい、覚えやすいですね。キムがいない。いつジャイアンが集まるかドキドキだったよ。君がいない一番好きですよ。唐突にコメント拾っちゃうのやめた方がいいですね。そうですよね。僕の名前覚えやすい。マジかよ、応援団最低の大器です。覚えやすい。歌聞き入っちゃってコメントできひん。あ、それ嬉しいですね。そろそろ小宮行っとく？そろそろ小宮来るよ。君がいないライブで初めて聞いて、わかるわかるわかります。君がいない初めてライブで聞いて、初めて鳥肌立ちました。今コメント覚えてた。やばい、お腹鳴る。お腹鳴るから声でごまかします。さあ、小宮連発やん。イントロの口に力入れ、イントロに力入れる癖がすごい。こだわっちゃうんですよね。花沢さんやって求めますね。イザナくん！ドナードしてほしい。おぉ、あわわわ！サビが頭の中で変だる。あ、わかる。騒がしい。ごめんなさい。あ、やばい、お腹鳴っちゃった。恥ずかしい。ふざけんだね。お前ふざけ。なんでだろう。規制ですかね。あんまりモノマネしない方がいいですかね。モノマネじゃさっき引っかかりますか。え、また一回切った方がいいですかね。一回切った方がいいですか。どうしよう、戻った。ボビーで帰ってきた。なんでなんで。12番がいない。テンション下がらないで頑張って。なんでなんで。皆さんがモノマネ求めるから気にしすぎ。真面目か。著作権による介入。ジャスラック、ショールームテンションがテンションについていけてない。ショールームがついていけてないんですね。端末変えた方がいいですかね。もう少しで1万だよ。やめたくないですよね。コウって呼んでくれたらフォローします。コウさん、気にしすぎ。俺らのせいだったか。関係ないですかね。電波のせいですか。こんなことなかったからな。オーディションとして認められない。さっきは小宮に治った。小宮さん治りました。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。うん、ちょこちょこちょこピー。新ネタ解放して自重しますね。もうすぐ1万だわ。一緒に喜んでくれるの嬉しい。電波が悪かったりするのかな。やっぱそうなんですかね。ボビー聞こえなかったらもう一回お願い。お前ふざけんだね。ホリケンどっこ。ホリケンさんってどういうのやりましたっけ。神奈川電波悪くないボーボー。あ、そうなのかな。小宮で長谷川って呼んで。長谷川受かってほしいけど、ほんと心配。なんか、変なこと言っちゃいそうですよね、私。このテンションで。小宮。何歌ってないの？何歌ってないでしたっけ、私。なんか歌ってないもの教えてください。歌ってないものありますか？もう変なこと言ってる。ワロマ。ワロマ。逸材感とか嬉しい。ブルゾンやって。女に生まれて。よかった。もう遅いかな。ん？何がですか？ひらがなケーキに新しい、味を吹き込んでくれそう。嬉しい。AM27。これなんて読むんですかね。 AM1 時27分って読むんですか。やっぱ読み方わからない。この曲も好き。真夜中のファミレスに行く。家に立って眠れない石風の香り。背中丸めて明るい街角の光。夕方みたいな看板。孤独が集まる避難所。ハーブティーばかりもう飲めない。ああ
イントロね。イントロ。自分の頭の中を覗いてみる。Are you angry? 歌いにくいですね。非常に。溢れ出した言いたかったこと、思うままノートに書き留めた。一人になりたい。隣に住んで、隣に住んでる。ルだ、ルでしたっけ。青い目の少年、覚えてるよ、Time goes by。この曲可愛いですよね。な、あの頃は、恋だと。最後に WK 焼き。なるほど。それいいですね。いつまでやるの ?10 時までやりましょうかね。せっかくだし。もう明日で終わりですもん。ジュニマンちゃん初見です、いらっしゃい、いらっしゃいっていらっしゃいってなんか変ですよね。大人は信じてくる、大人は信じてくれない、もう歌ってないですね。いいことなんかない、退屈な毎日さ、やりたいこともない、夢なんか一つもない、心が叫び続けていたって誰にも聞こえないよ、助けて、大人は信じてくれない、こんな孤独でいるのに、僕が絶望の淵にいるって思ってないんだ、And why beating me, I really wanna die, don't you know why? No way I can find my side. てんてんてん。きょうさん、てんてんてんって。ちょっと歌いすぎ?明日ゴム構成ってマジですか?そう、虚言はやめてください。あ、助けて。助けて、ちょっとね、わかりますか?助けて、ちょっと手やりました。助けて。何この親近感。初見なんだけど、君がいいな、やってました。やっちゃいましたもん。名前読んでくれたら一生します、あやなさん。パリピ最高。コメント全然拾われない。拾いましたよ、ゆきさん。ヘッドバンで頭クラクラした。あれ、かっこいいですよね。この歩道橋を渡る途中、東京タワー見えなかったっけ。でれれ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 。うん、ゲッツすか。初見さんにもっかいいとこ、もっかいいいとこ、なん、パリピセラを呼ぶんだ。東京タワー。欅坂で、あ、でも、欅の中で歌いにくいの何?結構多いですね。可愛い声苦手なんで。少女には戻れない、大好きです。螺旋階段が登りにくいのは前が何も見えないからでしょう。おばあちゃん、小宮は初見さんもいると思うんで、おばあちゃんやります。あ、落ちました。 iPad、 iPad。 12番さん、はじめまして。はじめまして。おばあちゃんやるんで聞いてください。
上手くなってるやんけ。やっぱやっぱそうですよね。なんかちょっと今自分できるなって思っちゃった。二人生存そのまま、カイチ先輩って呼んで。ナイスおばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。皆さん私のおばあちゃんどうでしたか？上手、嬉しい。おー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 、だだ、調子に乗るな、調子に乗りました、ごめんなさい。うん、最高かよ、調子に乗るな、わら、また来た。老いぼれ、どういうことですか？老けてるってこと？オーバーチャーできるパリピちゃん押せる。調子乗れ。歌詞全部覚えてます。調子乗っちゃって。うりゃは、おいは？あー！あー、どっちだろう。一回しか行ったことないからわかんないな。おばあちゃんが弾いてるだろう。ボビーオロゴンさんが喋った。お前ふざけんだよね。音楽聴いただけでコード拾える。コードは拾え、コードっていうか、あれですね。音、音、この。単音ならわかります。猫の名前、猫の名前やりましょう。気ぃつけていきやん。バカはパリップ部屋に帰ります。コーデ握手会行くね、来てください、ありがとうございます。コメント全然拾ってくれない。シンさん拾いましたよ。歌詞全部覚えてるな、すごい。もう大好きなんで、欅坂さん本当に大好きです。私学校の中で一番好きだなって絶対思う。それはちょっと不安ですけど、やっぱなんかダメ？ボビーさんがダメ？ボビーさんがダメなんですかね？ボビーさんダメですか？なんで？電波？それとも本当に規制かかっちゃってる？え、本当に？え、規制とかかかるとか本当にあるんですかね？え、本当に小宮さんとかボビーさんがダメだったのかな？じゃあもうやらないようにしよう。ダメだ、やめよう。もうちょっとで1万だから聞いたくないですよね。泊まってもみんないてくれるところすごい嬉しい。お風呂から帰ってきたら規制かかった。ボビーダメですか？モノマネ控えますね。じゃあもうこれからは磯野くんしかやらないですね。風水屋知ってます？風水屋さん大好きです。花沢さんだけやりますね。とりあえず P やれば治るや、P って何ですか？あ、そういうことか。モノマネで規制とかって本当にないですか？ないのかな。風が消えた、間違えた。風が過ぎた街は音も消えたみたいで、君にかける言葉が僕には見つからなかった。できることなら時を戻し、いざなか一緒に行きたかったけど、欅坂向かうバスはもう先に出てしまった。だから一息に歩き始める。みんなとは違う道順だって、今すら追いかけたって間に合わないよ。私のみ、ね、やめますね。聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえてますか？まだ？まだ？なんで？なんでよ、なんでできないの？聞こえてますね。よかった。電波か、やっぱ。やっぱダメだね。ダメですね。やっぱ、二人セゾン弾くしかない。よし、行きましょう。でも二人セゾン弾くと、ちょっと楽譜見ながらやんなきゃいけないんで、コメント読めないんですよね。聞こえてまーす。よかった、よかった。モノマネは関係ない。泣けよ。電波ですか？歌の途中で花沢さん入れるからだと思う。一生させていただきます。ありがとうございます。もうすぐで1万いくよ、やったー。じゃあ昨日散々地味って言われたベースやろうかな。
ハート強すぎん。止まっても毎回2、5秒くらい。あ、そうなんですね。じゃあ、止まったら、止まったって皆さん言ってください。聞こえたら聞こえたって言ってくださいね。お風呂行っていい？ダメでーす。これノイズがすごいんでちょっと気をつけてください。1枚行きましたか？ありがとうございます。よかった。やば、ノイズやばい。一枚いたからウパウパいなくなっても問題ないのダメですよ。1万超えた。やばいやばい。なんか、低音注意。あーねー、やばいってこれ。やばくないですか？ちょっとこの音。多分なんか、みんな気分悪くなっちゃいそう。接触悪いんですよね。悪い、うるさいですよね。やっぱやめようかな。途中で投げ出す。この音好きです。ド M ですか？あんま音質良くないですけど、いきますね。二人せず歌います。二人せず春夏で恋をして、二人せず秋冬で去ってゆく。一緒に過ごした季節よ、後悔はしてないか。めっちゃ音質悪いですね。音質悪い。地味って言われた。やめよう。今7位。うそー。やっぱシュール。歌だけの方がいいですね。音ひどい。絶対これ地味って言われてる。地味キャラでいこうかな。じゃあ。普通に歌って。やっぱ磯野くん必要？え、でもさ、磯野とか言ってた。磯野くん辞めてから止まらなくなりましたよね。明日ピアノ聴きたい。ピアノ下なんですよ。一回切ってみようよ。え、それ意地悪ですか？もしかして。切ったら1万人が、せっかく。明日聖女キャラで行こう。ホラーの二人せぞ。面白かった。ありがとうございます。派手じゃないけど路線はいいと思う。磯野くんやったら止まっちゃうから嫌です。一丸どうすか？ Y くんって読んでくれない？読みました。地味キャラは無理。今からキャラ編ちょっときついですよね。同じ神奈川です。なんか歌ってほしいのありますか？もうすぐ終わるんで全部歌っちゃおう。危なっかしい計画は、なんか微妙ですよね。昨日なんか歌ったのかなみたいな。貢献ポイントって何ですか？不協和音。不協和音確かに歌ってないかも。トゥン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 トゥルトゥン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 トゥルトゥントゥルトゥン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 トゥルトゥントゥルトゥン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 トゥリコーダーでやるんだよ。変な音した、しましたか？ごめんなさい。僕はイエスと言わない、首を縦に振らない。周りの誰もがうなずいたとしても、僕はイエスと言わない。絶対沈黙しない。最後の最後まで抵抗し続ける。叫びを押し殺す。おおお。
見えない壁ができてた。ここで同調したら裏切り者か。仲間からも撃たれると思わなかった。おー、おー、僕は嫌だ。今日は恩を僕は恐れたりしない。嫌われたって僕には僕の正義があるんだ。殴ればいいさ、一度妥協したら死んだも同然。支配したいなら僕を倒してから行けよ。だって磯野くんやったら止まっちゃうじゃないですか。僕は嫌じゃない。ふって笑った。けど僕は嫌だって、なんか自分がやるとなんかあんま良くない。そりゃそうですよね。締めはダブルクレーキ焼き坂の歌でしょ。よし、やりますね。もう一回磯野くんやってね。そうやってやらせようとするのやだ。絶対やばい。エキセントリック。不協和音やな。明日朝やりますよ、多分。リコーダーだし、これアルトリコーダーです、ちなみに。アルトです。絶対音感あるの？絶対音感はないですね。なんていうのかな。白いとこだけわかります。マジで無理だな。無理ですか？今日お菓子間違ってましたか？おかしいな。アルトリコーダー捨てたわ。朝はね、あんまりできないですからね。うるさい音。手をつないで帰ろうか。夏の花はひまわりだけじゃない。あれから恋だってしたけど、他の彼なんか覚えてない。あなたと過ごした青空が、キャラ渋滞してるね。もう名前覚えてくれましたか？覚えましたよ。やった。夏の花はひまわりだけじゃないってめっちゃコメントしてくれてる。あると思います。面白いですね。パリピちゃん忙しいね。忙しいですね。楽しいですよ。アルトリコーダーユーザーですよ。だよ。アルトリコーダーユーザーの人。アルトリコーダーユーザーの人手挙げてください。私、木琴とかですよ。鉄琴より木琴派。ポコ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 。途中でやめないで。24時間って乗り遅れたバス歌いましたよ。ケツスカも歌いました。ケツスカって略すんですね。口笛です。なんでしょう。僕と思ってます。猫の名前、あ、猫の名前ね。歌いますか。夜の口笛は蛇出てくる。あ、蛇出てくるってそういうことか。俺のコメントだけ読んでくれないやんけ。長谷川さん読みました。ごめんなさい。リアルの不協和音。得意なんだけどな。僕と思ってます。修学旅行でお兄ちゃんが買ってきました。そこにいた吸って猫を腕に抱いてた時、ふと君がこっちに近づいて僕に言った。名前はなんて言うのって聞かれても答えられず、一緒に考えようよ。なんとなく言っただけ。それから君は僕の部屋、喋ってよ、やってきて、ヨーグルトとシリアルをいっぱい買い込んだ。着替えと枕も運んで、
僕たちはいつの間にか猫を中心にして仲良く暮らし始めた。そんなに何かが変わったような気がしない。ちょっと間違えた。窓の向こう太陽が動いただけ、光と影とが微妙に逆転したけど、夜が来ると思わずカーテン閉めなかった。僕たちに終わりがあるのなら、その始まりはいつだろう。まさか付き合ってるなんて考えても見なかったあの頃さ。ハグもしたけど。はい、ありがとうございました。ハイジー、コメント読めなくてごめんなさい。なんかコメント止まっちゃったよ。はじめまして、ウパルタと言います。覚えてますよ。はじめましてじゃないですよね。ジャイアンどこ、怖い。やっぱモノマネしなくなってから止まんなくなったな。やっぱりダメだ、モノマネがダメだったんですがね、やっぱ。ごめんなさい。ゆずきって読んで。明日野球の試合だから応援して、すごい頑張ってください。野球大好きです、私も。東京タワーどこから見える。覚えてた、ありがたいです。イカポン認知ください、認知ください、認知あげます。覚えてくれてるのね。覚えてますよ。なぜか24番が増えてるけど誰誰、24番誰、もしかして万事2号。鼻からうどん覚えた、覚えましたよ。すごい名前。イカ、あ、待って。明日休日だから応援して、それって応援って意味あれですかね。休日頑張れ。やばい、もうすぐ終わりだよ。自分もこんな長くやると思わなかった。僕の名は、棚からぼたもち。ワイ君覚えたか？クララ可愛いよね。覚えてるかコメントばっかだな。ずっと聞いていたい、嬉しい。明日サッカー応援して、サッカー頑張って。初見です、こうです。絶対初見じゃない、やばいやばい。自分の棺、そうですね、自分の棺歌ってないな。もうすぐで2時間、すごい、2時間もやったんですね私。どんな顔なの。こんな顔です。よし、じゃあ最後にダブル欅坂の歌を歌おう。明日朝起きるの応援して、一緒に起きましょうね。絶対私も起きますよ。スクショタイム終わった。じゃあ、はい、スクショタイムやります。ピース。はい、スクショタイム、スクショタイムです。今スクショしてください。スクショしたよっていうコメントくださいね。今スクショしてるよ、パシャパシャパシャっていう、パシャパシャ、イエーイ。スクショタイム。本当にしてる、ピースしてますよ、今。パリピース。サイリーム準備してよ。私のタオルは150円で作れます。3、2、1、はい、スクショタイム終わり。撮っちゃう人ダメね。もう撮ったら犯罪。やんねえよ。いいよ、いい表情だよ。この顔して、OK？ OK です。はい、しました。フォルダいっぱいになっちゃった。パリピースはそうよ。そうです、そうです。よくわかってますね。じゃあ、もう終わるんで。ダブル欅坂の歌歌おう。もっと見たかったのに嬉しい。私結構長くやりましたね。びっくり。もう10時。早いですね。楽しい。君をもう探さない。これに乗れるやつは、これなんて読むの？フルジン？フルザン？小山？個人？人参？いや、落ちたらどんな、顔どんなだったか気になってないと思う。明日寝坊するなよ。明日、後でタイムテーブル出しますね。あったら。あと20分あるやんけ。そうなんですけどね。人参？人参じゃないんですか？なんだろう。なんて読むんですか？小山？小山って読むんですか？最初からいる人ね。よし、最後に壇上登ってる人の名前呼ぼう。
イオンさん、さやかさん、徳尾さん、あやなさん、ウパルパさん、イカポンさん、イッケイさん、翔太さん、のせのせさん、ジュンさん、ピート、おーいえ、おーいえ、おーいえ、チャウサギさん、はい、来た、はい、パリピすぎるやん、イエイ、6時46分からね。絶対皆さん来てくださいね。コさんって言うんだ。サービス良すぎる。私、早口得意だから。おーいえさん、おーいえさん。最後に花澤さんやって、怖いんでやるめ、やら、やです。二段目も読んで。ありがとう。いいえ。すごいな、アナウンサー。明日は朝にショールームをやりたいと思います。よかったら来てください。滝川クリステルです。滝川クリステルさんのモノマネしました。止まってないですよね。止まってない？止まってないですよね。シュークリームって覚えて。ナレーション声ですかーい。真っ白な入道雲がもくもくと近づいて、どこかでセミたちが一斉に鳴いた。太陽が一瞬緩んだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。一瞬止まった。やっぱダメですね。ごめん、リサからレッスン来た。私配信してるときなんか、渡辺リサさんのメッセージ来たっていう人結構多いですよね。ギャグ戦が。12番ちゃんの握手会めっちゃ行きたい。5時46分。6時46分かな。アパレル店員。最後にじゃあダブル欅坂の歌歌いますね。歌います。どこで僕は坂を登り始めたんだろう。気づいたら知らない景色を見上げてたんだ。平坦だと信じていた目の前の道、ほんの少し傾斜してる。それは希望かもしれない。モノマネ挟みませんよ。やりたいことなんて何もなかった。過去の自分がいる。夢とか愛とか関係ないような世界だった。ワンである日、僕の周りには同じ目をしたみんなが言った。生きることに不器用な仲間、一緒に歩いて、せーの、欅坂、欅坂、僕の声は聞こえてるか、欅坂、欅坂、一人じゃないよ、坂組だ。泣ける。泣いちゃいそう、本当に。本当にこの曲、いい歌。やりたいことなんてなかった過去の自分がいるってとこがめっちゃなんかもう自分に当てはまるっていうか、本当に今まで何やってきたんだろうなって思って16年間。アンコールありますか？受かってください。パリピア受かる、頑張りますね。本当に。またリサからメッセージ来た。リサさん、真面目なパリピ。明日で最後なんですけど、本当にひらがなけやきさんに入りたいです。パリピ絶対受かるぞ。マジマンジパリピ坂。いきなりネガティブ。ネガティブじゃないですよ。ちょっとしっとりさせた。アンコールってやっぱショールーム本当ありがとう。いえいえ、こちらこそ本当に受かってね、ありがとうございます。2日連続朝見れないよ、悲しい。でも昼も多分配信するんで頑張りますね。一緒に頑張りましょう。絶対受かるよ、嬉しい。楽しかった。神奈川県民です。一緒ですね。喉大事にします。ひらがなけやき盛り上げて、盛り上げます。寝坊したらごめんね。寝坊しないでくださいね。アンコールでサイマジね。あ、サイマジョねえじゃねえ。サイマジョやりますね。やりますか。誰かの後をついて行けば、
傷つかないけど、それが恋だと、ひとまとめにされる。絶対起きれないっていうコメントが多いですね。あ、アンコール。12番寝坊したら大丈夫、お母さんに起こしてもらいます。音量注意。でれれれれれれれってやりたいんですけどね。あ、出た。欅坂自由すぎ。ダメだ、できない、やめよう。なんか最後の最後でなんかこういうポンコツなとこ見せたらちょっと恥ずかしいや。やめますね。なんてからやるの、朝は無理だ。弾けるようになってからやるよ。 P さんありがとうございます。弾きながら音探してるの。そうですね、口笛でいきます。練習枠かよ。明日がで、ね、最後ですから。人が溢れた交差点をどこへ行く、似たような服を着て似たような表情で、群れの中に紛れるように歩いてる。とか、俺が補助する、絶対本変わんない。誰かと違うことに何をためらう。明日おばあちゃん聞きたい。あの、めっちゃ頑張りますね。先行く人が振り返り、列を乱すなと、ルールを解くけど、その目は死んでいる。チュッ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 チュ、君は君らしく生きていく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は濡れていても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。はい。ありがとうございました。じゃあ55分で終わりますね。そしたら最後の5分。サイレントパーリー。サイレントパーリーってなんやねん。2時間ずっとパリピちゃんの配信見てる、すごい。始まると同時におばあちゃん。あ、いい、それ。で、じゃあ、始まって、2分くらい経って、あ、みんな来たなって思ったら、おばあちゃん始めるんで。だから、最初からいてくださいね。俺もずっといてたら嬉しい。今日、もうここで婚約破棄か。婚約した人、ね、最高。ずっと見ててありがとうございます。はい、はい。結婚しましょう。じゃあ最後。今日パリピちゃんに5、6時間使ってる？それはあるかもしれないな。よし。今のところ配信全部見てる。嬉しい。まあ、俺の夢。皆さんありがとうございました。今日全部団長だったわ。イエーイ、ありがとうございました。ちゃんと名前覚えまして、覚えましたよ。皆さん推薦コメント書いてくれたら嬉しいです。全部読みます。全員名前覚えます。明日婚約届出そうな？出そうかな？出そうな？出そうなか。5時間も使われされたのはマジマンジ。よし。じゃあ。はい。みんなパリピースで最後で。パリピース。バイバイ。あさってからバンドでツアーだから応援して頑張ってください。バンドかっこいい。パリピース。バイバイ。終わりますね。パリピース。
55分ぴったりに終わりますね。パリピース、パリピース、イェーイ、パリピース、パリピース、またね。フォロー解除しちゃったやめてください。パリピース、バイバイ。また明日、じゃあ朝できたらやるんで、タイムテーブル確認して来てください。お願いします。磯野くん最後にやる。怖いな。磯野くん、はい、バイバイ。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。じゃあね。切ります。